いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。今回僕が大失態を犯しまして、名付けて山形宮城弾丸ツアーということで企画を練り直してお送りしているわけなんですけども、今回はその第2弾ということで、ここは鳥兜山という蔵王中央ロープウェイの終点になるんですけれども、そちらから今オープニング撮っています。そしてこの終点の駅構内に食堂もありまして、そこにちょっと珍しいものがあったのでそれをいただきつつ、実を言うとここのポイントからでは樹氷を見ることはできないということを聞きましたので、その樹氷が見えるロープウェイにもう一度乗りまして、その景色を皆さんにお届けしたいなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。そしてこの動画面白かったら高評価、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた旅の感動体験を一緒に共有させてください。では今回の旅も始めていきましょう。ではチームお願いします。缶ビールとあと玉こんにゃくも。あ、玉こんにゃく、はい。食堂の方からの心遣いでお漬物が出てきました。お、あった。あー最高です。この玉こんにゃくいただいてみます。はい、このからしもね、こうやって一個ずつちょんちょんちょんとつけて、辛い。使い終わった私は、コーヒーをいただきたいです。ああ。ここからもう一つ下ったところのロープウェイから樹氷を見たいなと思います。往復3000円ちょっと結構あれですけどね。往復の3000円の乗車券を3000円でチケット取りました。これから山頂行きのロープウェイに乗ります。
山頂に向かうにはこの樹氷高原駅からまた乗り換える必要があります。なのでもう一回山頂行きのロープウェイに乗りたいと思います。山頂駅に到着しました。こっちにも行けるらしいんで行ってみましょうか。お見苦しいところではあるんですけど長靴を履いていきたいと思います。旅する着物男子も楽じゃない。
ものすごい景色、こんな綺麗な景色があったとは。来てよかった。開運の鐘見つけちゃいました。見つけちゃいました。ちょっと打ってきましょう。今度は一発で成功しました。今回の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。この動画面白いと思っていただければ嬉しいです。よかったら高評価と、そしてチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。